ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー2ファイナルファンタジー2は1988年12月17日に日本のスクエアから発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲーム同社のファイナルファンタジーシリーズの第2作目である主人公のフリオニール他3名を操作しパラメキア帝国の皇帝を倒して奪われたフィン王国及び 歌唱ン王国、リスト王国を取り戻すことを目的としたゲーム。それまでのロールプレイングゲームで一般的であった経験値によるレベルアップの概念とは異なる独自の成長システムや武器や魔法の熟練度のシステムを新たに導入している。開発はスクエア企画部が行い、開発スタッフは前作から引き続きプロデューサーは宮本正ディレクターは 坂口博信、ゲームプログラミングは、ナーシャ・ジベリ、ゲームデザインは、田中コー河津昭俊、石井光一、シナリオは、寺田健二と河津、音楽は、上松信を、キャラクターデザインは、天野義隆が担当している。ファミリーコンピュータ版の販売本数は、日本国内で約76万本となった。また、ゲーム誌、ファミコン通信の、クロスレビューにて、 ファミリーコンピュータ版は、プラチナ電動入り、ワンダースワンカラー版は、シルバー電動入りを獲得した。その他、ファミリーコンピュータ版は、ゲーム誌、ファミリーコンピュータマガジンの、ゲーム通信簿の、ロムカセット部門別ベスト5にて、音楽5位、熱中度5位、オリジナリティ3位、お買い、特度4位、総合評価5位を獲得した。本作は初出のファミコン版だけでなく、 ダハードへの移植、リメイクが幾度となく行われている。ワンダースワンカラー移植版以降はグラフィックが大幅に刷新されており、タイトルロゴもフィブ以降の時代にパラメキや工程が描かれたものに変更されている。プレイステーション版、ゲームボーイアドバンス版では音楽も大幅にアレンジされている。また、 プレイステーションポータブル版では20周年記念作品としてさらに改良が加えられている。なお、ファミコン版は北米向けのものも開発されサンプルロムまで作られていたが発売には至っていない。1991年にエセンネツ用ソフトとしてファイナルファンタジー2 II が発売されているが、これは日本のファイナルファンタジー2 II ではなく、 ファイナルファンタジー4の翻訳版にあたる。詳細は、ファイナルファンタジー4日本国外向け版を参照。本作は、一般的な RPG に見られる、キャラクターレベルやクラスの概念を持たず、戦闘中の行動や受けたダメージなどによって能力が少しずつ成長する。各キャラクターの初期能力値には、差異もあるが、戦闘中に、 戦うを主に選択していけば戦士タイプとなり、魔法を主に選択していけば魔法使いタイプのステータスになるように自然と成長していく仕組みとなっている。また、武器や魔法はすべての種類をすべての仲間キャラに自由に装備させることが可能で、同じ種類の武器、魔法を使い続けることで、それぞれのレベルが上がり、効果が増していく。これは発売当時。 家庭用ゲーム機の RPG では他に類を見ない非常に珍しいシステムであり、キャラクターをプレイヤー好みに成長させられる自由度の高さもセールスポイントであった。しかし、斬新であるがゆえにバグや直感的でない仕様も多く、例としては裏技による一時的なパワーアップが長期的にはプレイヤーを不利にさせること。 高価な防具が重量などでかえって不利になることなどもあり、難解、マニア向けといった評価も一部にないわけでもなかった。ただし売り上げの面から言えば、前作から順当に販売本数を伸ばしており、システム上の後継作、魔界投資サガが、スクエア発のミリオンセラーを達成するなど、RPG としてのメインストリームにこそならなかった、ものの、 自由育成システムの雛形として史上に少なくない足跡を残した。このシステムは以後のファイナルファンタジーシリーズには直接継承されてはいないが、キャラクター能力の自由なカスタマイズという思想は後のシリーズにも型を変えながら受け継がれており、同シリーズの根底的なシステムとして存在し続けている。また、レベルの概念を持たないその独自の成長システムは、 本作のメインスタッフの一人であった、河津は木俊が後に制作することになる、佐賀シリーズへと直接的に継承されている。ステータスの成長戦闘終了後、キャラクターが、その戦闘中にとった行動に応じステータスが、時折上昇することがある。他の RPG における、経験値による、確一的なレベルアップを、能力値ごとに細分化したようなもので、 これを積み重ねて、キャラクターを成長させていくのである。ただし、上昇することがあるというだけで、必ずしも意図した通りになるわけではない。内はそのステータスが戦闘後に上昇しやすくなる、行動、要素を示している。一度の戦闘で、それぞれの行動を選んだ回数や幅が大きいほど、上がりやすくなる。なお、各ステータスの最大値は、以下の通りである。 特定のステータスを上げると、同時に相対する要素のステータスが下がるということも、ある。なお、防御力を示すステータスもあるが、これに関しては、完全に防具に依存で、どんなに成長させても何も身にまとっていない状態では、例である。また、本作は、キャラクターがダメージを受けるほど HP が上昇する、というシステムのため、自分や味方を、わざと攻撃して、 HP を上げるという裏技が当時の雑誌などに掲載され定着してしまったがこのテクニックの乱用はゲーム後半で逆に難易度を大幅に上昇させる危険性があるこれにより実際以上に難易度が高いように思われることもあったようである武器、盾、魔法の熟練度武器や盾、魔法には熟練度というものが設定されている攻撃面や 防御面の威力、効果に大きく影響していくもので、熟練度が上がっていくごとに目に見えてわかるようになる。熟練度は戦闘中にその手段を実際に使っていくことで伸びていく。内は、その熟練度を上げていく手段を示している。これらすべての熟練度は1最大16まで成長する。前作、ファイナルファンタジーと同様に、本作でも、 防具の重さが設定されており、これは前作以上に重要な要素となっている。金属製の鎧などの重い防具は回避率が下がるよう設定されている。重装備でダメージを防ぐことも重要だが、状態異常追加攻撃を回避できない、行動順が遅れる、素早さの成長が阻害されるなどのリスクが大きいため、装備は軽くした方が、ほとんどの場合で効果的。 軽い上に魔法を阻害せず、不可効果を持つ服、胸当て髪飾り、指輪などが有効な装備である。なお、盾は、武器と同等の扱いになっており、重さはなく、回避率も上がるため、攻撃力が落ちる、魔法の効果を阻害するというデメリットを鑑みても、非常に有用な防具である。盾にも、熟練度が設定されており、使い込むごとに効果を増していく。 魔法は、店や敵、宝箱などから、ファイアの本などのアイテムの形で魔法を入手し、移動中に、それをキャラクターに対して使うことによってその魔法を覚えることができる方式である。また、本作では前述の熟練度システムの採用により、他の FF 作品に見られるような、ケアルラ、ファイガといった上位魔法が存在せず、すべて、ケアル1、ファイア3など、 基本系レベルの数字で表現される。ちなみに、魔法の本を戦闘中に、アイテムとして使用すると、その魔法を、ある程度高いレベルで発動できるが、使用した本は消えてしまう。また、前作のような使用回数制とは異なり、ドラゴンクエストシリーズなどと、同様、各魔法ごとに消費 MP が設定されている方式となっている。消費 MP の値は、 魔法の熟練度がそのまま適用される。つまり、魔法の熟練度が高くなると、効果は大きくなるが、代わりに消費 MP も増大する。本作では、登場人物たちとの会話の中で、クローズアップされる重要な単語を覚えることができる。そこで覚えた単語は、その相手もしくは他の登場人物に、その件について尋ねることもできる。これによって、 登場人物たちの反応が、代わりストーリーが別展開を見せることもあるため、単なるメモ帳代わりに使うだけの機能に留まらない、重要なものとなっている。また、尋ねると同様にアイテムを使うということもでき、関連人物に、形見の品を見せるといったような行動で、ストーリーが進む場面も存在する。前作よりも登場する、乗り物の種類が増えている。カヌー、船、 飛空船のほか本作では、夏季の2種が、新たに登場した。また、船については、前作では、港か河口にしか上陸できなかったが、本作では、そのような停泊用の地形は廃止され、歩ける地形であれば、どこにでも上陸できるようになった。飛空船の移動速度は、前作同様に徒歩の4倍速。ただし、 登場中に B ボタンを31回押すことにより8倍速で移動することができるようになり、以降は B ボタンを押すごとに4倍速と8倍速を切り替えられる。なお、取扱説明書やゲーム内にはこのギミックについてのヒントは一切ない。他に物語の序盤では所持金を払うことによって特定の場所まで自動で行くことができる交通機関として定期戦。 飛空船が登場する。また、通常では使用できないが特別な場所へ行くためのイベント用の乗り物として、飛竜が登場し、乗り物としての使用はできないが、帝国軍の巨大な飛空船である大戦艦も登場する。主にファミコン版には次のようなバグ、使用が存在し、ゲームをクリアするための近道として、これらの現象が利用されることもあった。舞台は、 はるか彼方の世界。パラメキア帝国の皇帝は、地獄の底から魔物たちを呼び寄せ、全世界に総攻撃を仕掛けた。フィン王国は、カシュオン王国、リスト王国と共に、これに反旗を翻し交戦するが、圧倒的な軍事力と魔物たちの前に敗退を重ね、ついには陥落。そしてまた、フィン王国に住むフリオニールマリアガイ・レオンハルトの4人の、 若者たちも、故郷を奪われ、迫り来る帝国の魔の手から逃亡を続けていた。しかし逃亡虚しく帝国軍の襲撃を受け、フリオニールらは倒れる。反乱軍を指揮している。フィン王国の王女ヒルダは彼らのうち、フリオニールマリア街を発見し側近である、白魔同士民夫による治療を施す。フリオニールらが目覚めた先のアルテアの街は、 他にもフィンから逃れてきた住民や義族ポール、カシオーン王国から落ち延びてきた第二王子ゴードンらもいた。フリオニールらは反乱軍への参加を志願するとともに、襲撃により行方不明となったマリアの兄、レオンハルトの創作を胸に誓う。当初は参加を断っていたヒルダだったが、占領されたフィンへの潜入、帰還を果たしたその実力を見て、 フリオニールらの参加を歓迎。その後、敗北の原因を武具の性能の差と考えていたヒルダは、帝国が用いていた金属、ミスリルの入手を、初任務として命じ、民具の力も借りて、フリオニールらはこれを達成する。次なる指令は、帝国がバフスクの町で建造中の大戦艦の破壊。しかし潜入を試みようとするも、帝国軍のダークナイトと、 暴言に歓声を告げられ、大戦艦は、あと一歩のところで飛び立ち、街を破壊していく。次の作戦は大戦艦と同じ動力源である、太陽の炎を入手して、エンジンに投げ込み、バランスを崩すことで破壊するというものであった。しかし、太陽の炎があるカシュオーン上に自由に入れる、王子ゴードンは、アルテアの街から、行方不明。仕方なくフリオニールラは、 大体手段である、女神のベルの入手を目指し、ミスリル入手の際に、娘、ネリーを救出した、ヨーゼフの協力を得て雪原へ出向く。なんとか、女神のベルを入手し、さらに現れた、帝国軍の暴言を撃破するも、落石からパーティーをかばいヨーゼフは落命してしまう。悲しみを胸に、目的地の歌唱音上に潜入。途中、 同じ目的で、すでに潜入していたゴードンと共に、ついに、太陽の炎を入手する。キロは、ポフトの町のシドの飛空艇での迎えを予定されていたが、目の前で大戦艦に追跡される、飛空艇を目撃。ヒルダがさらわれたことを知ったフリオニールだったが、補給中の大戦艦に潜入し、シドヒルダを救出の後、大戦艦を、ついに爆破する。期間後は、 ミンヌの治療を施されていた王の遺言が次の指令となった。ゴードンは反乱軍の指揮、ミンヌは究極魔法アルテマの入手、そしてフリオニールラは滅ぼされたリストに赴き、重要な戦力である竜騎士と飛竜の捜索を命じられる。途中、女、海賊レーラーを味方につけ、リストに到達するも、発見できたのは余命幾く,くもない最後の飛竜のみ。 この飛竜の望みである卵をディストの洞窟の命の泉に沈め、新たなる飛竜の誕生を待つこととなる。アルテアに戻ったフリオニールらだったが、救出したはずの王女、ヒルダの様子がおかしいことを周囲に告げられ、ヒルダ本人に確認しに行く。ヒルダは、フリオニールを誘惑しようとするが、その正体は偽物、帝国の魔物でありこれを撃破。同時に、帝国の催しとして、 闘技場が開かれ、その商品がヒルダであるという情報が入る。これに参加して勝利。案の定罠があったものの、ポールの助けもあって、無事に、本物のヒルダの救出を果たす。ついに攻勢に出ることとなった。反乱軍はまずは、フィンの奪還を目指す。フリオニールらは、帝国の司令官を撃破し、ついにフィンは解放される。その後、ミヌの連絡が来ないことを、 心配したヒルダからミシディアの塔への捜索を命じられる。究極魔法が封印されたミシディアの塔は二重三重の侵入を拒む仕掛けがあり、方々で必要なアイテムを入手しながら塔を目指す。塔目前では封印を守る怪物リバイアさんに飲まれ、パーティーにいたレイラは行方不明に。しかし、全滅したはずの竜騎士、リチャードと遭遇し、パーティーに迎え入れる。 リチャードは、リスト陥落の前に単独任務でアルテマ入手を目指していたため無事だった。リバイアさんを脱出し、ミシディアの塔へ潜入。民具の多大なる犠牲の末、ついに究極魔法、アルテマを入手する。塔から脱出したフリオニールらを待っていたのは、街を破壊し尽くし、フィンオム滅ぼそうとする皇帝の魔力が生んだ竜巻だった。しかし、皇帝自らが、 竜巻で乗り込んできたということは帰り討ちにする、潜在一遇の後期。新たに誕生した飛竜の力を借りて、竜巻に潜入し、ついにフリオニールラは皇帝を打ち倒す。皇帝撃破の法を受け、ついに平和が訪れると勝利に酔いしれる。フィン城内であったが傷ついた兵士が、ダークナイトことかつての仲間、レオンハルトの新皇帝即位を報告。フリオニールラは、 竜巻の犠牲となったシドの形見である飛空船を貸してもらい、帝国の本拠地、パラメキア城へ潜入。直接、レオンハルトへの説得を試みようとするが、突如、倒したはずの皇帝が、地獄から究極のパワーを身につけて復活。この危機を、リチャードの犠牲によって、かろうじて脱出し、乗り切る。フィンに帰還し、ヒルダに、 皇帝の復活を報告するフリオニールら。もはや帝国による世界の支配ではなくすべての命の殺戮を目的とする皇帝に、レオンハルトも、マリアの説得を受け入れ、パーティーに参加する。そしてフリオニールらは、皇帝との最終決戦のためパラメキア上跡地に、現れた皇帝の居城、パンデモニウムへと赴く。プレイヤーキャラクター以下のうち、フリオニール、マリア、ガイ、 レオンハルトの4人は、プレイヤーが自由に名前を設定することができる。ファミコン版においては、ゲーム中のキャラクターメイキングでは、名前が決まっていないが、取扱説明書及び雑誌媒体に配布された、広報資料や公式スクリーンショットでは、前述の名前が使用されていた。パーティの枠は4人。そのうち、レオンハルト以外の3人は、 物語の最初から最後までパーティーに参加する。残り一人の枠に入るキャラクターは、ストーリーの進行状況によって入れ替わる。ゲームボーイアドバンス版、プレイステーションポータブル版の追加シナリオ、ソウルオブリバースでは、以下のうち、ミグヨーゼフ、リチャード、スコットの4人がパーティーを組む。その他2001年にワンダースワンカラー用としてリメイクされ、2002年に、 プレイステーション用として、2004年には、ファイナルファンタジー I2 アドバンスのタイトルで、第一作との同時収録で、2007年には、プレイステーションポータブル用としてリメイクされた。2005年からは携帯電話用アプリゲームとして、各種携帯電話キャリアにおいて配信されたほか、2010年には iOS、2012年には Android 用として配信された。ファミリーコンピュータ版は、 バーチャルコンソール対応ソフトとして2009年に Wii2013 年に WiiU2014 年に Nintendo 3DS 用としてそれぞれ配信された。2012年12月18日にネット限定販売で Wii から FFX 際までのナンバリングソフト w i i 5フィブファックスは PS5 は PSPFFXFFX は PS2、PS FFXI は PS3、および、FF25 周年記念 CD やレプリカ等の限定アイテムをセットにした特別、パッケージ、ファイナルファンタジー25ス、アニバーサリーアルティメットボックス、ファイナルファンタジー25スアニバーサリー、アルティメットボックスが発売された。本作は、ワンダースワンカラー版、以降、何度かアレンジを伴う移植が行われているが、 機種ごとの際はかなり多い。リメイク作品以降のタイトルロゴはフィブ以降のフォーマットが用いられ、バックにはパラメキや工程が描かれている。プレイステーションポータブル版では再度タイトルロゴがリニューアルされた。本作は複雑な人間関係や命の尊さなどを描く色、濃い人間ドラマが盛り込まれており、その後のシリーズにおけるストーリー性重視スタイルの 先駆けになった作品と言える。本作では敵サイドが帝国軍で主人公及びその仲間たちがその帝国軍に抵抗する反乱軍の協力者という位置づけになっており、スター・ウォーズシリーズ旧三部作の影響がシナリオに反映されている。シナリオは脚本家の寺田健二が手がけた。また、本作の小説版。 ファイナルファンタジー2マの迷宮も寺田によるものである。登場キャラクターやモンスターのデザイン、イメージ画などは幻想画家でデザイナーの天野義隆が担当した。本作はフィーとはとにかく違うものにしようという構想のもとに作成された。そのため、本作には経験値及びレベルの概念が存在せず、戦闘中に負ったダメージの量や、 武器や魔法を使用した回数などによって、キャラクター個々のステータスや、熟練度などが上昇するという独特の、成長システムが導入されている。また、ゲームスタート時には、主要キャラクター4人の名前をすべて入力し終えた、直後にいきなり桁違いに強い敵との戦闘が、始まるという独特の演出が用いられている。シリーズ恒例のチョコボとシドは、本作で、初登場した。 またシリーズで繰り返し登場するクリスタルも登場するが本作ではあるダンジョンへ入る際に必要となるアイテムの素材であったり別のものでは主人公たちのステータスを増大させる程度のものであったりと非常に存在感が薄いつまり世界に関わる存在としてのクリスタルというイメージが固定化されたのは5以降であると言える シリーズで繰り返し使われているプレリュードは本作より調整が波長調に改められ、以後のシリーズにおいても単純な上昇音形16音と加工音形16音が採用されている。前作ファイナルファンタジーでは8部音符分のディレイがかかっていたが、本作では音符1個ごとに3、1024ずつ音化が加算されて32音で、 はじめに戻るという複雑なディレイがかかる。ファイナルファンタジーツームマの迷宮は、角川文庫より発売された本作をもとにした、オリジナルストーリーの小説である。シナリオライターの寺田健治による書き下ろし作。登場人物は同じであるが、様々な設定が追加、変更されている。主な相違点は、以下の通り。シド、ヨーゼフ、リチャードは登場しない。 ありがとうございます。